を走るときはいつでも止まれるような速度、それだけを心がけてもらって、そういうとこで安井義正さん、低山観光バスの運転手として長年ハンドルを握り、新入社員の指導も担っています。そんな安井さんが今でも思い出すのは、入社2年目の時、先輩のドライバーと交代しながら長野からスキー客を乗せ神戸に向かう道中でした。ここでバーッと座って急にこういう地震が起きたんで、何起きたんっていう、自分の中で全然わからないですもん、何これっていう感覚なんで。で今度はもうドーンってなったら、横揺れがすごくわーだし、今度終わった思ったら今度縦揺れでなるしね。で止まこの時に止まってたんか、止まった同時に落ちたんか、この揺れてるから自分の感覚がわからへんもんね。トラックが数台、橋桁と同時に、転覆しております、このような状態が、数十メートル続いております、橋桁も、無残な姿を見せております。阪神淡路大震災で阪神高速は道路が635メートルにわたって横倒しになりました。こちらは阪神高速の西宮本町の高速道路なんですけれども、高速道路が2つに2回にわたって折れてます。下には滑り落ちた車が何台も落ちて焼き焦げています。ご覧ください、あそこにバスがもう半分飛び出して今にも落ちそうな状況となっています。前輪がはみ出したまま止まったバス、乗車していた安井さんは先輩がハンドルを握る横で前から道がなくなるのを目の当たりにしました。これがちょうど橋桁がちょうどひっついてるところが、それが落ちたんです。やっちゃんブレーキかへんって言われたけど、こうやってずっと揺れてましたからね。まあ揺れが収まったと同時にガサッと前が落ちたような感じかなって思うんですけど、お客さんも何があったんですかって、して事故でもしはったんですかって聞かれたんで、いや事故じゃないですよ、あのもう道がないんで、もう日もさっちも行かないし、前も後ろも行けないんで、え嘘でしょ言って、女子3人やったんで、あーと前まで行かれて、パッと見たらもう道がないし落ちかけてるしっていうのがあったんで、もう他でもう腰抜かして。安井さんは乗客を降ろし、非常階段を使って安全な場所まで避難させた後、近くのコンビニで使い切りのカメラを買いました。そうですね、これどの辺りにこうやって見たらほんますごいと思いますわ。なんで写真でも記録しておこうと思う。いや、こんなことはもう二度と起こらんやろなっていうので、ちょっと写真を撮っとこうかなっていうので写真を撮ったんですけど、今は全然そういう雰囲気はないですけど、こうやったんでああやったんでというのはずっと伝えていった方がええん違うかなって思いますね。想像することもできなかった震災の証を残し、教訓を後世に伝える。阪神高速でもそんな思いで取り組んでいることがあります。保管をしておるところになります。こちらはコンクリートの橋脚なんですが、あの斜めに亀裂が入ったようなものをですね、保管をしておるところになります。先端損傷という言い方をしまして、まあ、コンクリートにこう斜めに亀裂が入るものですね。これも実物になります。阪神高速では道路の倒壊や落橋で
16人が犠牲になりました。この保管庫では地震によって大きく亀裂が入った橋脚など30点以上が展示されていて、月に4回一般公開されています。当時ですね、高架下に保管していたものをこちらの保管庫の方に移してきて、現在はこのように保管展示しているということになります。もう想定を超える被害が生まれたということでした。二度とこのような同じ被害が起こらないと、後世の継承が非常に大事だというふうに思っています。うまいことできるよ、バッチリよ。だからこの感覚だけを忘れるようにしてもらって、はい、やりましょうか、はい、でどうしよう、とりあえずちょっとぐるっと一周回ってきて、ここをパイロン置くんで、ここでバックしましょうか、はい、で音と、はい、今年定年を迎える安井さんは自身の経験を積極的に後輩に伝えています。まあここは丈夫に浮いとるわな、はい、あのいやこんな時どうする、もう自分だったら動揺してどうしたらいいか分かんない、もう動揺しても気絶しちゃうかもしれないです、ね、もしかしたらもう気絶する、はい、気絶する暇もないけど、まあ生き延びた一人やな、逆にやな、はい、そやけどもそれ以上の経験って多分ないと思うよ、うん、あのそれを俺も生かしたいし、ここにあのいい、まあ、ずっと低山バスがこんなんがあったというのはずっと残していきたい。震災の後もバスを運転し続けた安井さん、スマートフォンの待ち受け画面はあの時撮影したバスの写真です。僕のあれなんでお守りみたいなもんやね、ずっと待ち受けにしてるんですけど、起きた当時はやっぱりすぐまた業務とかあったんで、そういうなんではやっぱり怖い、こういう橋のこういうとこ走るときはなんかここで落ちたらとか思いましたね。これを見てやっぱ安全運転しなあかんっていうお守りもあるし、僕らの業界はお客様乗せて仕事する中でやっぱり安心や安全第一なんで、それが一番かな、それを忘れないように。あの日生かされたという思いを胸に28年を迎えます。